新平です。今日なんですけど、今からセブ島に行きます。今一人なんですけど、今日マジで過激すぎてヤバい動画でもなくて、エロくもなくて、美女も登場しません。多分どういう動画かって言ったら、めちゃくちゃ安くセブ島って行けんねん。知ってた？セブ島ってみんなめちゃくちゃ行きたいとか言ってるやんか。女の子とかもセブいいなとか、セブ行ってきたみたいな、なんかパリピみたいな女子が言ってると思うんだけど、俺もじゃあセブ行こうと思って、セブのインターネットの検索のグールグルみたいなやつあるやんか、グルグルで検索してんか、めちゃくちゃ安い行き方が載ってて、セブってフィリピンやねん。でフィリピンのマニラっていうところあるやんか、大体あそこみんな経由すると思うんだけど、僕ぐらいのレベルになったらマニラ経由しません。どこ経由するかって言ったら、クラーク、わかる？クラーク、グルグルによるとやねんけど、ほんまかどうかわからへんねんね。クラークってところに着いて、そこで乗り換えてセブ島に行ったら1万円以下で行けるらしいね。で実際調べてみた俺、ちょビビった。ここ今関空からグルグルで検索してクラークってところまで6000円、やばないこれ。6000円でとりあえずフィリピンのクラークってところまで行けんねん。6000円って言ったら、それでクラークまで行って、そっからセブに飛ぶねん。クラークからセブまでの金額がやばい、2000円、やばない、めちゃくちゃ安いねん。だからほんまに1万円以下で行けるっていうような感じのあいつやねんけど、もう今日はね、もうただのお得情報、セブ島1万円以下で行けますみたいなだけの動画やったら、概要欄に URL 貼り付けてそれで終わりでええねんけど、僕のね海外に行く感じどんな感じかっていうのも全部今日映しながら行きたいなと思います。もしね一人で行くとかいう人やったら、こういうの参考になるんじゃないかなと思いながら、じゃあちょっと行ってきます。今から飛行機の中入んねんけど、4時間半でクラークに着くわ。結構早ない？4時間半とかマジ編集しとったら一発だし、多分普通の人でも寝てたら一発で、あともうなんか漫画とかダウンロードしたら一発で着くのが4時間半ちょうどなんで、ほんまにこうセブンめっちゃおすすめだもん。絶対行った方がいい、みんなこの行き方でマジで行ってな。機長は運転したか分からへんけど、予定の時刻よりも55分早く着きましたっていうことで、クラーク空港到着しました。うわ、まだ来たことないけど、多分フィリピンのどっかなんやと思う。で、なんか飛行機自体はシンガポール飛行機やったらしくて、シンガポール行くためにクラークで降りて、でシンガポール行く人はそのまま残って、俺らは別のところ行くんで一回降りるみたいな感じで、手続きみたいなのあると思うんでやってきます。知ってる人はおると思うけど、カバンを預けたらこんな感じで表示されんねん。俺はこの飛行機で関西から来たから2ってところでカバンを受け取る。で2が開いたからこうやって待って、ここに俺のカバンが来るはずや。もし来へんかったら最悪や。到着したら今ね、エクスチェンジでとりあえず数万円ぐらい現金変えて、フィリピンペソ作って、こんな感じで絶対勧誘してるから、どっち選んだらいいか分からんけど、 Which one better? This one? Ready? OK、 2 weeks Please。SIM カード買います。 SIM カードは絶対買った方が便利。SIM カードしっかり入れ替えます。だいたい携帯渡したら全部やってくれるから。はい、 SIM カードも取ってクラーク空港到着しました。この空港はめちゃくちゃ田舎の空港って感じ。見て、あんな感じのところで、あれやな、空港めちゃちっちゃい。なんかここフィリピンで有名なやつやと思ったらちゃうわ、ウェンディーズやって。とりあえず腹減ってたんで飯食います。トランジットでこれ5時間ぐらいあんねんな。だから5時間ぐらい編集して待とうと思います。ここの空港はいろいろ飯食うところとかスタバもあるし、全然時間潰せる。コンセントもあるし、ちょっとこれ太りそうやけどな、太りそうやけどちょっと食べます。よっしゃー、がっつり4時間ぐらい編集したんで、今からねドメスティックの空港に行って、あと1時間後ぐらいにセブに出発するんで、それに向かっていきます。この行き方ほんまにおすすめやで。ここマジ何でもあるし、お腹も減ったらご飯食べれるし、カフェもあるし、セブとかやっぱな、南国の中でもすごい人気の国なんで。チケットゲットできました。見て、ここエアアジアやねんけど、エアアジアだけめちゃくちゃ空いてる。あとなんか並んでんねんけど、向こうなんかようわからんやつと、向こうもようわからんやつがあって、エアアジアだけめちゃくちゃ空いとった。やばないこれ、安いし乗り換え早いし、チェックインのカウンターガラガラやし、やっぱね LCC すごいわ、安い、マジでめちゃくちゃ安い。なんか今中入ってんけど、150ペソ取られた。エアポートフィーみたいな、ターミナルフィーみたいなのが150ペソ取られたんで、それはちょっと何か知らんけど、150ペソぐらい持っといた方がいいっす、皆さん。はい、待ち時間ちょっとインスタライブしとって、インスタライブこういう時にやるんで、みんなインスタフォローお願いします。やばい、最後や。ハロー、セブ、ゴーセブ。 Thank you。 Thank you。 よっしゃ。
くない？これあのライブで言うとったスッチ、やっぱエアアジアの服かわいい、めちゃくちゃかわいい、ベリービューティフォー。これ日本語喋れんねや。日本語喋れる。あ、そう、日本のみんなに、なんかかわいいね。はい、まず一旦で行きます。よっしょ、このバスで飛行機まで行く感じや。着いたー、セブ到着しました。1万円かからんぐらいで、全部でかかった時間は多分10時間ぐらいかかったんかな、乗り換えとか入れたら。ただね、全然余裕で快適な感じで行けるんで、今から外出てホテルに向かって、このね、安く行けますねっていう動画を終わりたいと思います。はい、ホテル到着しましたってことで、ハロー。え、ちょっと待って、これ1000円のホテル取ってんけど、めちゃくちゃいい感じの、こんな人ついてんねんけど、1000円で。え、えぐない？ここのホテル。こんな安いことある？え、めっちゃ、普通に良くない？あ、クソ安いねんけど、これ1000円やん。マジでやばい、セブやばい。この時期のセブやばいかもしれない。しかもこれセブシティの結構ちゃんとど真ん中らへんのとこらしくて。めっちゃ安いよ。1000円の部屋、これ。やばい。まず、もう1000円の部屋って大体汚いねん。風呂とかトイレ汚いねんけど、風呂ちゃんとしてる。ほ、ちゃんとホテル。トイレちゃんとしてる。え、やばいわ、これ。洗面台ちゃんとしてる。こんなことある？なんでこれ1000円なん？これ見て。連れ込めるぐらいやん、これ。ぶっちゃけ俺ここでも寝れんもん。このソファ、この今9月の末、セブ島ほんまにおすすめ。行き道だけでホテル取って1万2000円ぐらい、全部で。こんなちゃんとしたところ泊まれます。ほんまに安いから、めちゃくちゃ変なホテルやと思っとって。ってことでテンションが上がっております。明日の5時に翔くんが来て、また部屋帰んねんけど、ちょっとそれまでもう1人なんで、この部屋かなりもったいないということで、1人やと。今からじゃあ行ってきます。この子たちが日本に来るらしいですね。こんな素晴らしい活動されてる方がね、